こちらの那覇空港で購入できるグルクンのオイル漬けでございます。琉球大学カレーでございます。お土産を選ぶ際に大事と思っていることがハイタイアハゴンアルサヤイビーハイタイ海や沖縄の前友りりかと申します。今ですね那覇空港に来ています。こちらの那覇空港で購入できるおすすめのお土産をですね、お宮沖縄お土産のプロフェッショナルエリカさんと一緒に選んでいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。楽しみにしてます。すごい楽しみです。ちなみにエリカさんはですね、お宮沖縄というインスタグラムでですね、沖縄の美味しいお土産、可愛いお土産たくさん紹介してるんですね。なのでこのお土産の中から特に私たち2人で選んだこれめちゃくちゃいいですよというお土産をですね、ピックアップしてギュギュッと詰め込んでね紹介していきたいと思います。それでは早速行ってきます。いやそうそう、まず私が最初に紹介するのはですね、こちら桜売店さんにありますソランチュというねプライベートブランドがあるんですけども、その中でですね特にこちらが美味しいです。じゃん、グルクンのオイル漬けでございます。はい、ここは那覇空港限定なんですけれども、めちゃくちゃおつまみとしてぴったりなんです。本当に塩気があって美味しいんですね。残ったオイルはパンにつけて食べたりするのがすごくおすすめです。ここにこうやっていろんなレシピがですね置かれてあるんですね。サラダとか、あとはペペロンチーノとか、まあ、サンドロールの具材として、まあ、こういった味わい方がありますよっていう紹介があるので、いろんな料理アレンジしたいという場合はぜひこのレシピを見てちょっと参考にしてみてください。これ本当におすすめ。ちなみにどのお酒とか一番合いました？ビールと合わせたんですよ。あーなるほど。そうビールと合います。で泡盛とも合います。ハイボールも合うと思います。おじさまとか男性とかにお土産好きですね。絶対美味しいです。なるほどね。いやそうそう、こちらは何でしょう？はい、こちら琉球大学カレーでございます。初めて見ました。そうですよね、琉球大学カレー。はい、私これ初めて拝見したのはアジト屋さんというカレーで有名なアジト屋さんのお店で発見いたしまして、アジト屋さんと琉球大学が共同で開発したカレーでございます。アジト屋さんはめっちゃ有名ですね、沖縄で。私が今持っているのが基礎課程、あださんが今見てるのが応用過程、はい、何が違うと言いますか、こちらが辛いのが苦手な方におすすめの基礎過程、こちらが辛さレベル5なんですけど、ここは20です。辛さレベル20です。ちょっと汗をかきたい方におすすめです。でこちらですね、琉球大学が開発した春ウコンを含まれていまして、あと沖縄県産の黒糖も使用されています。なのでこちらは一人暮らしの方へのお土産だったりとか、いいあめっちゃ嬉しいと思う。それはそうですね、おすすめです。カレーってしかも私大好きなんですよ。だから絶対月に 2,3 回は食べたくなる。家にあるとなんか食材とかね買いに行くのがめんどくさい時とかに、ね、食べようってなるじゃないですか。だからすごくね気持ちもしますし、すごくおすすめです。カレーが結構ここの桜売店さん充実してるんですよ。いやそうそう、続いて私がもう今めっちゃハマっているお土産ご紹介します。黒糖コーヒーです。沖縄八島を巡る黒糖コーヒー、これねめっちゃ美味しいです。私この8種類入っているパッケージを初めて、いろんな沖縄の離島島々の黒糖を使ったコーヒーなんですね。自然な優しい味わい、普段ね砂糖とかミルクとか入れてるよっていう方にはもうぜひ推したい一品です。特に私のおすすめは多良間島の黒糖を使ったコーヒーです。わー美味しい。素晴らしい。甘みが深くていいですよ。あなるほど。月曜日からそう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 月火水木金土日あ月数みたいありますので、お湯を注げばすぐ飲めるっていう、ドリップもしなくていいっていうのがもう本当に飲みやすい。もう本当それ本当そうです。お宮沖縄のスタッフとしてちょっとさすがあずささんの選んで素晴らしいと思ったポイントがですね、だけお土産を選ぶ際に大事と思ってることが配りやすいなんですよ。はうん、例えばこれとかその方誰かね、うん、お一人にお渡しして、うん、月から日そして月ってお楽しみいただくのももちろん素晴らしいんですけど、うん、これがオフィスにどうぞって置いてあった時にもうOLの皆さん殺到ですよ。すごい小分けでね、机にお配りお土産お休みありがとうございました沖縄行ってきましたなんて机に置いたらもう
最高です。なのでお土産選びのポイントとしては配りやすい。配りやすい。これが一番に来るとは思わなかった。でも確かに大事ですね。大事です。これはさらに買いたくなるよね。いやそうそう。沖縄のお土産といえばチンスコが皆さん思い浮かぶと思いますし、うん、たくさんチンスコが並んでいると思います。でもしチンスコをお土産にともし指定された場合、私がおすすめするチンスコがこちらです。クガニチンスコでございます。またあの私のお土産選びのポイントになるんですけど聞きたい。パッケージが可愛い。あもらっておしゃれだったりとか、うんうんうん、あなんか素敵って思うパッケージを選ぶこともすごく大事だと思っていまして、瓶型作家荒垣優香様さんがデザインしたパッケージになっています。チンスコもちょっと細長いチンスコを皆さんイメージしてると思うんですけど、うんうん、丸くってすごく可愛らしいのと、あと食感も柔らかくて美味しいチンスコになっています、うん、チンスコを食べたことあるよっていう方もこちらのチンスコはちょっとぜひ召し上がっていただきたいと思っている私一押しのチンスコでございます。確かにお土産でこのパッケージを見たらちょっとワクワクしますね、はい、チンスコってチーチーカーカーしやすいんですよチーチーカーカーチーチーカーカーってちょっとチーチーカーカーしやすいなって言いますけど、うん、チーチーカーカー皆さんご存知ですか。なんて言うんだろう、共通語で喉に詰まる、沖縄でよく使うんですけれども、はい、このチンチーカーカーするかしないかって結構大事なんですよ、うんね、大事ですよね。そうそう大事です大事です。柔らかくてしっとりしてるので、はい、とても食べやすいです、うん、先ほど紹介したあのイニックコーヒーと掛け合わせマスト、あこちらいいかも、こそうじゃないですか、うんうん、こちら一つと先ほどのやつを一つセットで置くっていうのも、なるほど、うん、コーヒーとチンスコをどうぞティータイムのプレゼントですよ。ああ、うん、ここでつながる、すごいあそれいいですね。そうですそうです。そっかそっか、うん、個装のポイントは組み合わせてセットで送れるっていうのがまたポイントになってきます。わすごい、うん、組み合わせはちょっと考えたことなかった。いやそうそう。続いて私のおすすめです。こちらです。じゃん、宮城の生くんぺんです。新商品なんですよ。試してみたいなと思って食べたんですね。すっごく美味しくて、私もともとくんぺんが大好きで、くんぺんというのは琉球王朝時代ですね、王家の御用達だった琉球菓子なんですけれども、最近はいろんなお菓子が出てきていて、うん、でまあアレンジされたのも多いんですけど、このくんぺんですね、中にこのねごまのペーストが入っていて、すっごくしっとりとしてて美味しいんです。で実は私あの先ほどご紹介しましたイニックさんのコーヒーとこの生くんぺんを合わせていただきました。合いますよ。一つ一つねこれも包装されていて、うん、で沖縄の方だったらご存知かと思うんですけど、一般的なくんぺんよりはちょっと小ぶりな感じになっています。だけど一つ一つ包装されているので、まあ食べ過ぎることもなく、うん、お土産にもぴったりですし、うん、私だったら例えば動画編集してる時とか少しちょっと休憩したいなっていう時はこのくんぺんをいただいてます。創業大正11年って書いてある老舗のお菓子屋さんです。宮城菓子店さんのくんぺんですので、まあ、沖縄のお土産定番ねいろんなのあるんですけど、ちょっといつもとは異なるお土産選んでみたいなとかちょっと挑戦してみたいなっていう方におすすめの一品です。これ どうでしょうお宮さんからするとちょっと毎回チェックしてほしい。くんぺん、まあ、コンペンとも、うんうん、あの言われてる沖縄のお菓子なんですけれども、実はあの最近県外の方にもじわじわとその知名度が広がってきているらしく、あの今から沖縄のお土産のまた代表として結構グイグイ来る存在だと私は思っているんですね。いつものくんぺんはちょっとちいちいかかする感じもあると思うんですけど、ちょっと大きいんですよね。そうなんですよ。沖縄 の、うん、あの市場とかで売られてるのは結構大きい、うんうん、すごく食べやすくて、うん、召し上がってみてください。これ私の一押しです。実は那覇空港のこのファミマさんで買えるあるお土産がですね、エリカさん一押しということで紹介していきたいと思います。結構ですね20種類以上あって、一つ一つが離島で手作りされてるんですね。